両面インクできます。ナノラは誰でも入れます。入るというか、なんかもう好きって思ってくださった時点でナノラです。変なメロディーを口ずさんでしまいました、すいません。うん、大好きです、ありがとうございます。私も同じくらい、いやそれ以上大好きです。うん、今年も始まりましたね。今年も今日は1月20日かなですけど、2022年だなーって感じ、始まったなーって感じ。今年の目標、そうですね、2022年の目標はブログにはこうお腹の底から笑うことって書いたんですけど、そうですね、本当に年末とかに毎日のようにメンバーと一緒にいて、メンバーって本当に面白いので、みんなにたくさん笑わせてもらって、そんな中でめっちゃ笑うって大事なことだなって思って、それでお腹の底から笑うっていうのを目標にしました。でもそうだな、こう今ね1月も20日経って改めて考えてみると、そうだな、他にも目標ありそうで、なんだろうな、そうですね、甘えを捨てる甘えを捨てるとかですかね、努力したいです。うん、たまにする甘えは大事ですけどね、ちょっとずつ自分に厳しくなりたいなと思います。ファイト、ありがとう、皆さんもファイト。いろいろ新年の目標だったり、いろいろね将来の夢だったりとか考えて皆さんのことを応援したいなって気持ちでいっぱいです。そうだな、うん、もう一つあった目標、なんかアイドルとしてもっと皆さんのそばに寄り添っていられるような、そんな人になりたいです。寄り添う系アイドル、いいですね、素敵、響きが。